ワンココ放出始まるよ。今週のテーマは海に流れ出るゴミを減らそう、プラスチックゴミの環境汚染問題。日常生活に欠かせない便利な素材プラスチック、このプラスチックがゴミとなって海に流出し、生態系に悪影響を及ぼす環境汚染が今世界で問題となっています。プラスチックは分解されるのに非常に時間がかかるというふうに言われていて、流れ込んだものは全て溜まっていくということが言われているんですね。例えばレジ袋とかが海に漂っているとクラゲみたいに見えるものですから、クジラとかですね、ウミガメとかが餌と間違えて食べてしまう。粉々なんだ小さいものは小魚とかプランクトンが間違えてそれを食べてしまって体内に取り込むと、でそれをまた大きな魚とか鳥が食べる。大きな食物連鎖の中でプラスチックがこう大きな動物たちに移っていくというふうに言われています。東日本大震災津波からの復興が進む沿岸各地では海を守る取り組みが行われています。三陸復興国立公園というこの海沿いの地域の自然体験プログラムを推進して自然の良さとかを感じてもらえるような取り組みをしております。でその中でも清掃活動も通して自然を守るっていう活動も取り入れて活動しております。例えばプラスチックの買い物袋を使わないで、エコバッグ利用していただくとか、なるべくゴミが出ないような買い物をしていただくとか、ちょっとそういった意識を持っていただくことが環境保全に第一歩近づくんじゃないかなと思っております。8割は陸上から発生しているというふうに言われていて、ゴミが川を伝って海に流れ込むというふうなことだと言われています。内陸の方もですね、海のゴミのことを考えつつゴミをですね漏出しないようにしていただきたいという、さまざまな団体がタッグを組んで取り組んでいくと、きれいな岩手の海岸が取り戻せるんじゃないかというふうに思います。岩手の海の環境を守るため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。岩手ワンココ放出、また来週。